今回ご紹介するのはスカイレールサービス広島短距離交通瀬野線の緑中央駅です。緑中央駅は広島県広島市安芸区瀬野西4丁目にあり、スカイレールサービス広島短距離交通瀬野線の終点です。駅周辺には住宅団地スカイレールタウン緑坂が広がっています。当駅は1998年平成10年8月28日に開業し、2013年平成25年に改札システム更新に伴い自動改札機を更新しました。2022年11月5日になって運営会社が2023年末をめどに運行を終える方針を決めたことが分かりました。スカイレールは延長約 1.3km でモノレールとロープウェイを一体化した日本初の技術を採用しており、 JR 瀬野駅との標高差は約 200m となっています。 JR 瀬野駅前からの1日あたりの便数は平日約90便、土日祝日70便で、運賃は大人が1回170円となっています。当駅は相対式ホーム2面2線の高架駅で、乗車・降車が別ホームとなっており、車両は乗客を降ろした後、ゴンドラリフトと同様に循環を行い、乗車ホームに移動して乗客を乗せる構造になっています。ご視聴ありがとうございました。